皆さん蜂に対してどんなイメージをお持ちですか？可愛らしいミツバチから怖いスズメバチといろんなイメージがあると思います。今回はそんな蜂に関するスレを3つ紹介します。まずは2022年4月に建てられたこちらのスレです。スズメバチの研究してるけど何か質問ある？スズメバチの研究してるので質問どうぞ。何回刺された？刺されたことはないけど刺してもらったことはある。ツマアカスズメバチって今どの辺まで来てる？今は小型スズメバチの人工衛星の研究してるからツマアカは専門外だわ。蜂の子ってどの蜂でも味変わらんの？オオスズメバチとかのベスパ属は癖が強くて、黒スズメバチとかのベスパラ属は癖が少ない感じかな。なんとか属とかよくわからんけどやっぱ違うのか。スズメバチの蜂の子って美味しい？サイズは大きそう。美味しいと思うけど好みは分かれるかな。何回刺してもらったの？10回以上。スズメバチからも蜂蜜って取れんの？蜂蜜が取れるのはミツバチだけやで。え、じゃああのスズメバチつけてある蜂蜜は何なの？ミツバチの敵討ち？取ったスズメバチをつけただけやで。オオスズメバチって本当に強いの？オオスズメバチでも個体によっては小型化するから微妙やけど、オオの方が勝率は高い。質問に丁寧に答えてくれているスレシュですが、なぜスズメバチの研究をしようと思ったのでしょう？蜂の研究しようと思ったきっかけは？スズメバチは悪っていうイメージが強いけど、スズメバチがいなかったら何かと大変になるってことを証明したかった。スズメバチがいなくなるとどうなるの？毛虫が増えて山の木が枯れ、クマとかが人里に降りてきたすることとかめっちゃある。害虫を補充してくれとるんやな。毛虫が増えるってことはスズメバチって肉食なんか？あとスズメバチに毛虫の毒はつかないんか？毛虫でも毒がないやつとかがおるからそれをよく食ってるけど、毒があるやつでもたまに襲うからそれなりに効いてはいるかもしれへんな。虫同士って毒効くの？相手を虫に想定した毒はそりゃ効くだろうけど、毛虫って鳥想定とかだろ？虫に効く毒と脊椎動物に効く毒って違うんじゃないの？あとスズメバチだと外骨格に包まれてるし効かないんじゃないの？柔らかい芋虫とか相手なら効くと思うで。スズメバチは毛虫の毛が口に当たると嫌がってるかな。両方には大言うていたけど農家の害虫減らしてくれるまとな。そうやで。木作液って本当に効果あるの？殺虫には微妙やけど、木作液をまくと巣を作りにくくなる例外あり。黒い芋の攻撃してくるってマジ？マジです。面白い研究成果あった。女王って脂肪酸が減ると働き蜂するんやけど、MCT オイルで防げたのと、巣を作る場所が面白かったかな。ゴキジェットかければ倒せる？どの程度命中させれるかによるけど倒せるよ。幼虫の味って何の食べ物に似てる？カキフライに近いかな。スズメバチの研究が食用なの？今のところお金はもらってないけど、最終的には食用にする予定。自然界でのスズメバチの役割って何なの？毛虫などの害虫の大量発生を防いでクマとかが人里に降りてくることを防いだりする。あと毛虫が畑の作物を食い荒らすのを防ぐとかかな。私たちが知らないだけでスズメバチは自然界の重要な役割を果たしているようですね。スズメバチ全滅させて毛虫も全滅させたらいいなよし。毛虫だけとは限らんよ。刺されないために一番大事なことって何？スズメバチ目線で不快なことをしないのが一番大事。スズメバチに刺された場所は口で毒を吸い取るであってる？口でも良いけど間違えて毒を吸い込むリスクがあるから、ポイズンリムーバーで吸い出す方が良い。スズメバチの毒って経口摂取ならセーフじゃないの？そこまで研究が進んでないから完全に安全とは言い切れへんな。子供の頃、クワガタが欲しくて木を蹴っ飛ばしてたらスズメバチが落ちて飛んできたんだけど、じっとしてるのか逃げるのかどっちが正解だったんだ。スズメバチにとって不快なことをしたことになるから、逃げたのが正解。スズメバチの魅力は？あの体型とかおつき、模様修正とか全てが最高。なんでミツバチは刺したら死ぬのにスズメバチは何度も刺せるの？毒針に返しがあるかないかの違い。家の中に入ってきた時効率的に追い出す方法ってないの？部屋の電気を消したら明るい方に飛んでいく習性があるからそれを利用したらいいかな。大学院で昆虫の研究してるような人？研究グループみたいなところやで。目に刺されたらどうなる？失明する場合があるから安全なところまで逃げて救急車かな。スズメバチと日本人が共存するためにはスズメバチの駆除はしない方がいいと思う？民家とか人がよく行く場所にできた巣は駆除した方が良いけど、人がほぼ来ないところまで駆除はしない方がいいかな。日本ミツバチは蜂溜まって熱風攻撃でスズメバチを撃退するけど、西洋ミツバチはそういう天敵がいないからそういう反撃するように進化しなかったっていうけど、YouTube の動画で西洋ミツバチでもそういう反撃しているって動画あるから、一部はそういう風に進化したのもいるの？その蜂玉攻撃ってミツバチ側も犠牲者出るの？西洋ミツバチと日本ミツバチの雑種なら考えれるな。蜂玉攻撃はミツバチ側も犠牲者出るで。なんで巣を破壊するとどこまでも追ってくんの？巣に危害を加えるのはスズメバチにとって家を壊されるのと同じようなもんや。人間でいう警察みたいなもん。っていうか、ミツバチは毒は弱いし針を刺したら返しがあるから内臓が出てくるし、なんでそう進化したかしなかったの？アシナガバチやスズメバチは何度でも刺せるように返しがないんでしょ？ミツバチは返しがあることで少ない毒を全部入れれるように進化したっていう説があるで。研究の目的って駆除なん？スズメバチとの共存、スズメバチの正しい知識を広めるとかやで。昆虫関連でおすすめの本とかあったら教えて。
最強の蜂との共生を目指してってやつがおすすめやで。今まで4回スズメバチに刺されてるけど大丈夫かな？蜂毒の抗体ができてなかったらまだ安心できるけど、急にできたりするから気をつけた方が良いよ。そうなった場合の対処法を教えてください。病院に蜂の宿場するので抗ヒスタミン軟膏をくださいって言ってもらうもしくは買ってきたら良いで。抗ヒスタミン軟膏ねメモったよ。ありがとう。もう一つ聞きたいんだけど、蜂酒には何がいいのかな？匂いとか。抗ヒスタミン剤はアナフィラキシーに効果ありそうだな。俺は飲み薬も持ってる。もしもの時のためにこの知識は覚えておいた方が良さそうです。経験上蚊取り線香が効くけど本当に効果があるかは証明されてないで。顔怖いからミツバチぐらい優しそうな顔にして。あの顔が好きなんよ。どんな調理法が一番美味しい？成虫幼虫ともに王道なのはバター炒めで、素揚げとかもうまいよ。一応食べたんだ。食すというところまで研究し尽くしているようです。よく見るとお尻プリプリで可愛いんだよね。抱いたりするの？名付くの定義が難しいんやけど、植えてくやれば人慣れされることは可能やで。危ないから真似はしん方が良いけど。蜂は煙に弱いみたいだね。かといって煙を巻きまくってまでスズメバチの巣を取る気にはならないな。スズメバチはなんでスズメバチって言うの？大きさがスズメくらいある説と巣の模様がスズメに似てる説があるで。スズメバチ一匹攻撃したら他のやつも連携してくるってマジ？一匹しかいないと思ってその一匹仕留めてもフェロモンかなんかで仲間呼び寄せて攻撃してくるってマジ？フェロモンが空気中に残って、そこに来た仲間がフェロモンで興奮状態になるってことでオケ？ってことはハエ叩きでぶちのめしたら家に入れば大丈夫なんだな。殺虫剤やホースの水とかもフェロモン出すの？集合フェロモンの場合、集まるだけやけど警告フェロモンならスズメバチは警戒するで水とかでも出せるで。黄色が家の壁の隙間に巣を作ってまさか家の居間に共闘歩作られると思わなかったから。そこからは防除に気を使ってる。働き蜂の他に兵隊蜂って生まれる？働き蜂が餌を取る他の巣を襲うのと巣を守る両方の役割をしてるから呼び方は働き蜂やで。刺激があれば警戒フェロモンとやらは出ると考えたらいい。殺虫剤とかも。そのまま飛んでいったら、出てないことが多いけど、お尻をすりつけてたら出してることが多いで。え、空中でヘみたいに出すんじゃなくてどこかすりつけないとフェロモン出ないの？かもじゃん。一個の巣にどのくらいスズメバチいるの？ソフトボールくらいなら20匹くらいやで。そろそろスズメバチの世話2回目と人工衛星の衛星傾向の研究してくるから落ちる。来てくれてありがとうな。研究を重ねてもっとスズメバチの生態や危険への対策が広まると良いですね。次に紹介するスレは2013年3月に建てられたこちらのスレです。蜂の宿除用だけど質問ある？どの種類の駆除依頼が一番多い？取った蜂の巣はどうしてるの？防護服着てても刺されたりしないの？スズメバチ、足長バチが多いかな。うちでは堆肥化してるよ。もちろん刺されることある。蜂の歯音が嫌いなんだけど、怖くないの？防護服着てれば怖くないよ。VIP で蜂の巣と戦うスレがあったが動画になっていて興味深かった。スズメバチと足長バチが危ないらしいね。足長は大したことないよ。コツさえつかめば余裕だよ。アナフィラーショック怖し。そこは俺も怖い。マグナムジェットで十分。高いじゃん。マグナムジェットより安く駆除してくれる業者なのか？自分で駆除するにもマグナム高くね？ってことですよ。スズメバチとかに2回以上刺されるとアナフィなんとかになって死ぬとか聞いたが大丈夫なん？即死しない自己注射器あるから大丈夫。出張費とか全部ゴミでどれくらいでやってくれんの？例えば衛装場所が 1F の岸下でサイズが野球ボールサイズの足長バチなら1万前後かな。オオスズメバチと対戦したことある？持ちある。怖いよ。世界最強の蜂と聞いたが、本当？財布対戦詳しく。世界最強らしいね。詳しくも何も普通のスズメバチ駆除するときに比べて、特攻隊の数が半端ないってくらいかな。奴ら頭いいみたいで無駄な特攻せずに、顔とか手とかピンポイントに当たってきやがる。でかいからそれなり衝撃あるし。俺も駆除してるよ。足長バチは5000円でスズメバチは6000円から1万5000円まで。オオスズメバチはスコップで巣を掘り出すよ。蜜蜂が一番厄介蜜だらけになる。随分安いけど一人でやってるの？うちは組織で動いてるからそこまで下げられないな。蜂の駆除も大変だろうけど、場所が墓の中とか木の裏とか木の上とか、屋根裏とか床下とかだろ？それも大変そうだよな。もっと変なところに巣があったことある？衛装場所は大体そんなところかな。楽な例は木の枝とかの木下にぶら下がってる。変わり種って言ったら捨てようと外に出しておいたテレビ台の中とか陶器製タヌキの中、空洞部分とかかな？誰も住んでないマンションの一室、換気扇ダクトにびっしりミツバチなんてのもあったよ。低木の中ってのが一番多いからやたらツツジに手突っ込むのはおすすめしない。これから気温が安定すると奴らカツパツになるから気をつけて。低木？ツツジ？そんなとこにあるのか知らんかった。犬の散歩で低木の茂みとかよく通るけど、完全に油断してたわ。そうだ、駆除後の巣や蜂、蜂の子とかってどうするの？全部廃棄？食用とか別業者に回して再利用？まあ低木に限らず中が見えないほど生い茂った植物には栄養確率月光だから気をつけて。
特に夕方夜、暗い時は飛び回らないからガサガサやって奇襲攻撃食らうこともあるかも。駆除した巣は上にも書いたけど堆肥化するよ。わかりやすく言うと埋める。地上に放置するとオオスズメが食いに来るんだよ。売らない理由は殺虫剤使うってのと、1日の出動件数が多いから作業完了時には一部腐敗してることもあるからね。それに地域的に蜂の子食う習慣ないしゅ。ためになった、ありがとう。いろいろなところに蜂は潜んでいるようなので気をつけましょう。キイロスズメの巣に石をぶつけて直立不動するというギャグ漫画にあるおバカ行動をしたらどうなります？120箇所も刺されて全身ボコボコでアボン。巣との距離にもよるけど全身刺されるだろうね。その漫画見たことないからわからんけど、蜂のいない時期は何にしてんの？夏と秋くらいしか需要ないんじゃね？二毛作？初夏秋だけだね。本業は別にあるから蜂の時期だけ駆除班編成して出動する感じだよ。さすがに冬場食っていけるほどの大儲けはできない。薬品まみれの蜂売るくせに。上をよく見てくれ。うちは絶対に売らない。ってかあとが怖くて頼まれても売らないわ。蜂だけ？シロアリ、ゴキブリ、ネズミは？うちは害虫駆除専門店じゃないから蜂以外はやらないよ。ゴキとかは山菜業でしょ？日本ミツバチについてどう思いますか？やっぱり商売が立ちで憎からずってところですかね。日本ミツバチは駆除しやすいから好きだね。前巣箱に捕獲して買ってやろうと企んだけど、定着せず一瞬で空箱になったのは悔しい思い出。日本ミツバチって絶滅種だか、保護種じゃなかったの？なんかかわいそう。鬼、悪魔、人手なし。お客さんの依頼で泣く泣く駆除してるんだ。そう責めないでくれよ。基本防護服着ずに駆除してるからな。スズメバチにも足長に刺されても腫れないけど、フタドと足長には刺されないと誓った。防護服は厚いし動きづらいさし視界悪いしね。刺されて平気な体質は羨ましい。自分は何に刺されてもブラックアウト寸前になる。調べたらアレルギーあるらしく、次はないよって言われてる。なのでエキペン常備してるよ。ポイズンリムーバーだけは装備してる。ほとんど刺されないけど油断してたらやられた。あれさ、刺されてすぐ吸うようになってるけど、刺されてすぐは刺し口わからなくない？うちの職人刺された時使ったけど何度もミスった。うすぐわかるよ。でも頭刺された時はさすがに困った。依頼者の看護師のお姉さんにリムーバー渡してお願いしたけど、刺し口わからないって言われて諦めた。刺されたまま頭ガンガンしながら駆除したった。ワイルドだな。蜂用の殺虫剤って、成分は何系なの？さすがに緊張るとかは効かなさようだけど、ゴキジェットとかならスズメバチにもいける？ピレスロイド系。おっ詳しいね。ゴジェットと成分は近いっぽいね。でも噴射力が全然違うから使うなら気をつけてね。今現在蜂に悩まされているスレミンから相談がありました。玄関前の郵便ポストに足長蜂がいるんだけど、どうやったら飛んでってくれますか？ポストの中にいるの？関東ならまだ活発ではないだろうから蜂用スプレーシュッとやろう。一匹だけなら女王の可能性高いから駆除しておかないと近くに巣を作ることもあるからね。薬局かホームセンターへ行、もしくは新聞紙などで一撃か。頑張れ。新聞紙で一撃、勇気あるな。ゴキはできても蜂は反撃怖くてできん。今の時期は動きが鈍いからねう。夏やるのは勇気いる。反撃怖いよ。ポストの中そこにいます。プロパンガスのボンベの下3分の1ほどを使った寸胴型のポスト。1匹なんで女王さんっぽい。かわいそうだけど臭しないと巣作っちゃいそうですよね。とりあえずフマキラー薄めに臭してきました。上から覗かないと所在がわからないので怖いので、その後まだ未確認です。勇気が出たら覗いて確認してきます。そこら辺を飛び回ってんじゃなくてポストの中ならよかったじゃん。逃げられることなく臭できそうだよ。頑張って。まだそこでイボイボしてたので臭してきました。臭は免疫がついてきたのでとどめまで頑張れそうです。一晩置いてたら仲間が来たりするんでしょうか？挟むものがないので家族が帰ってくるの待ちたいのですが、今日にこのスレ立ててくれて感謝感激です。ありがとう。ご無事で何より、しばらくは動くと思うから地上に落として踏みつぶしてあげましょう。今は女王一匹だから仲間呼ぶことはないと思う。お役に立てたようでよかった。今後も気をつけて。ありがとうです。暗くなる前に勇気出して地上に出してきました。無抵抗でちょっとかわいそうでした。夏は活発で今はおとなしいんですね。退治終わると足長さんにちょっと興味出てきましたう。が、気を抜かずに巣を作られないよう気をつけます。夏に向けてお仕事怪我のないように、頑張ってくださいね。ありがとうございます。スレを立てたことにより一人の蜂に悩めるスレミンを救う結果となりました。よかった。でも今回のことで自信を持たずになんかあったら、俺たちみたいな業者を呼ぶんだよ。去年素人のおさん二人がオオスズメバチの駆除しようとして、救急車で運ばれたよ蜂舐めたらいけんよ。最初っから俺に頼めばよかったのにアホかと、あだは打ったった。そういうのよくあるね。駆除行く途中と半端に壊れてたり、聞くと駆除挑戦したけど諦めたとかう。今回のスレミンは大丈夫でしたが、素人が安易に手を出してしまうと悲惨な結果になることもしばしばあるようですね。幼少時だったのでもしかして実物より大きく見えてたのかもしれないけど、ずんぐりした、めちゃくちゃでかいスズメよりでかいくらいの、目ん玉スーパーボールみたいな大きさの蜂のようなものが寄ってきて超絶怖かったんだけど、黄色には慣れてたんだけど、そんなレベルの大きさじゃなかった。女王蜂なのかな？未だにあれが何かなぞ。一応確認なんだけど熊蜂じゃないよね？
ハナバチのこと言ってるのかな？まさかのオオスズメ女王とか謎だ。ありがとう、クマンハチもよくいたので識別は可能だった。数倍でかかった。ハナバチググってみたら確かに目がでかくて形は似てる、こういう感じだ。でも大きくて3センチって乗ってるね。目が大きいから大きく見えたんだろうか。木製のパーゴラに毎年巣を作られちゃう。何か、ハチコナーズみたいなのってありませんかね？駆除に回ってて思うのが木製金属製問わず、建築物の新品に作ったの見たことないな。メンテナンスついでに防腐剤塗ってみたらどうだろう？ハチ用のは聞いたことないな。お力になれなくて申し訳ないです。ありがとうございます。参考になりました。中途半端なアドバイスで本当にすみません。こんばんは、また質問に来ました。いつ頃だったか、養蜂用のハチが集団失踪してニュースになってたけど、あれって結局何だったの？カビダニ？スズメバチの大量発生、温暖化か気温の変化、このあたりの原因が推測されてはいたけど、うやむやのままニュースを聞かなくなった。あと、被害受けた養蜂家さんはどうなったのかなと。ミツバチはただの家出でした半月後、無事戻りましたとかなら良いんだけどなぁ、ないよね。やっぱ、ミツバチ購入してやり直しなのかなぁ。どうもどうも。失踪ミツバチの件だけど、この前テレビで見たのはなんだかって成分の農薬が原因っぽいって見た気がする。養蜂家だけじゃなくてハウス栽培農家も買い直しでしょ。大変だよね。被害受けてないとこもあるから農薬なのかな。ミツバチ飼ってる農家の人は不安が残るね。また大量失踪が繰り返されないといいな。そうか、ハウス栽培もミツバチ使うね。ミツバチは働き者だね。ミツバチいなくなると野菜が消えるらしいね。怖い怖い。ミツバチがいなくなると生態系が崩れ、人類も滅びると言われています。自然界において大きな役割を担っていると言っても過言ではないでしょう。ミツバチの失踪は世界的な規模らしくて原因ははっきりしないらしい。養蜂家で駆除業者もやってるおじが言ってた。世界規模、それは初めて聞いた。恐ろしい。プロの意見来たこれ。まだ原因不明なのか。困ったもんだ。ミツバチ天然なら居心地悪いとかで引っ越しあるかもだけど、飼われてるものも集団失踪するのか。そういえばそういう事件あったね。イチゴなどのハウスのために飼ってるやつとかもって、誰か養蜂家始めたい人が盗んだわ。その農業に打撃与えたい系のライバル者の仕業かと思ってた。人為的な犯罪、飼われてても失踪するんだね。うちは父が足長は駆除してたな。生垣にこさえられた。常用中や眉時代に駆除場狩りに外出中に巣を取る、矢印再作成、矢印繰り返し、矢印根負けしてた。さすがにスズメハチの時は業者に依頼してた。ハチの子食べる地方出身だから薬剤使ったら食べられないなぁと言って母に睨まれてた。日本ミツバチはいくらでもいる気がするんだけど、西洋はそんなに耐えてしまうものなのかね。巣ができてた場所を中心に蜂用殺虫剤をたっぷりかけておくと、錠を残しても大丈夫な時が多いみたい。ただ、植木に良くないんだよね。主成分が油だから。初夏から秋にかけて活動しているというスレ主ですが、どのような勤務体制なのでしょう？1日どれくらいの件数で、何時間労働？休みは月どれくらい？年収はどれくらいになる？こういうネズミとか蜂の駆除って儲かってるのか儲かってないのかよくわからん。7、8月は1日20件前後依頼あるね。労働時間は自分が13時間くらいかな。期間工で来てもらう職人さんには8時間で収まるよう調整してる。売り上げはちょっとした高級車買える程度だから大儲けはできないね。駆除業務すべてを他人に任せたら赤字だ。なるほど、繁忙期とそうじゃない時で差があるのか。売り上げは売り上げ高でいいかな。そこから最終的にいくらくらいになるの？差は激しいね。ゼロ件の日もあるが、今日は来なくていいよなんてごねないしゅう。売上高で置く。最終的に売上高がってこと？まあ基本困った時に電話するから予測はできんよね。職人さんは基本時給900円だけど、繁忙期はボーナス的なお礼を含めて、20ちょっとかな。自分は会社の今後を気にしなきゃならんので、コンビニバイト程度だね。自分の贅沢より早いとこ会社を成長させねば。職人さんは基本土日休み。書き忘れた。経営者さんは大変だね。俺は一人でやってるから駆除代金から経費引いたのが利益だよ。何でも一人が一番儲かるよね。パッと動けるし、うちは諸事情により二人一組半なんだ。以上です。蜂の巣駆除は危険を伴う大変な仕事のようですね。もしご自宅の近くに蜂の巣があったら、無理をせず専門業者に依頼した方が良さそうですね。最後までご視聴ありがとうございました。